そこでどうでしょう。この際、マーキュリー工房に代行してもらうというのは。それって、あの作品をマーキュリー工房に作ってもらうのです。そんな、私たちの作品をマーキュリー工房に。あなた方は予想外の不運に見舞われた。なんとも気の毒なことだ。ですから、報酬の1万クレスは約束通りお支払いしましょう。いかがですかな。いいお話です、コリンズさん。だってそうじゃない、これ以上苦労しないで報酬が手に入るんだから。嫌です。みんなで考えて、みんなで作ったあれを誰かに作ってもらうなんて。ここで作品を売り渡したら、職人たちの誇りまで一緒に売り渡すことになる。それじゃページ工房がここまで来た意味がない。そう思う？そう思うんじゃなくて、そうなんです。だよね。お聞きの通り、うちはこの職人頭をはじめ誰一人そんな条件は飲まないんです。ですからこのお話はお断りします。新生祭の砂糖菓子は我々が作ります。ですが。ご心配なく、必ず間に合わせます。